こんにちは、デリッシュキッチンです。ティラミス生チョコタルトを作ります。無塩の溶かしバター 70g に粉末コーヒー大さじ1を加えて混ぜましょう。ビスケット 150g をビニール袋に入れて麺棒などで細かく砕きます。ここに先ほどのコーヒー液を加えて袋の口を閉じ、よく揉んでタルト生地を作ります。型に入れてスプーンなどで敷き詰めましょう。冷蔵庫で10分ほど冷やし固めます。ホワイトチョコレート3枚を耐熱容器に小さく割り入れ、クリームチーズ 100g と生クリーム 50cc を加えます。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで40秒から1分加熱します。取り出したら混ぜて溶かし、ティラミスクリームを作りましょう。ティラミスクリームを型に流し入れ、平らにならします。冷蔵庫で1時間以上冷やし固めましょう。仕上げに純ココア大さじ2を全体に振って完成です。オーブンなしでお手軽に作れます。以上、デリッシュキッチンでした。